い、どうもこんにちは、こんばんは。ということで本日もですね、ゼルダ3日目ですね、ゼルダの伝説ブレスオブザワールドやっていきたいなと思います。ということで、まあここもね、自動セーブになってたんですが、さあ見つめ合う謎のおっさんと私ということで、で、なんかね、なんだっけ、あそこだ、これ叩いてまた怒られるのかな、あ、これか。これ、おぉ、怖え。怖え。あの杖で、人先、あそこ行きたいんだよね。でも、まあまあいいや。めっちゃ見てる、こっち。待って。あそこのなんか古代の修道院みたいな、なんか、あれちょっとね、なんか行きたいんだけど、まあいいか。ということで、あのね、イフリートがいそうな、あそこの祠が多い、次が、あそこでなんだっけ、宝物箱だっけ、なんか宝物かなんか取ってくるといいらしいんで行きましょう。の前に、あそこに見えます、皆さん。あ、やえにあるでしょ、のんきに襲ってる。よし、襲いに行こう。どっちが悪いやつかわからない。まあまあ、行こう。行くぞ、行くぞ。待って。装備が、これがない、よくわからないんだよ。これ何に使うんっていう。あ、やばい。これがちょっと、ないんで。あ、でも、強いな。まあ、いっか。弓が、どうなるのか。待って、なって。うん、こっちか。待って。なんだ、待って。ちょ、ごめんなさい。まだね、ちょっと。私、操作方法が待って、弓矢あるのかな。これね、炎の弓ね、絶対使うのやめよう。これなんだろうね、僕の弓でもなんか種類があるんだね。後々使えんのか、使えん、あの錬金みたいな合成的なやつがあるのかどうかだよね。何か使い道があるかもしれない。ちょっと怖いね、これ。一番これがグロテスクなんだけど、これなんだろう、イカな。イカなんだろうな。さんで食べ物もあるし、まあ、いや、とにかくあいつらを、いや、持ってる武器結構強いから、壊れそうだっつってるね。これ吹かれんのか。これ静かに行けばいいんだけど、まあ大丈夫でしょ、ほら。ほら、杖も。これさ、何気になんか爽快感だよね、ほら。これパシューンって一撃で終わった。待ってくれ。やばい、死にかけてる、死にかける。まあ、強い武器とか出てくんのかなぁ。あ、待って、これ。弓矢ゲット、オッケー。お、なんかさ、死んだやつの武器を、あれ、オッケー、危ない。これさ、どうやって回復するんだろう。どうやって回復するんだ。待って、オッケー、ちょっと待って、これな、待って、コントロー、なんだろうな、これさ、別売りのコントローラーだからかな、弓のさ、あれがあんまり行くの、行くときと行かないときあるんだよね。オッケー、これピーンっていうの、なんだろうね、ピーンっていうの、ヘッドショット食らわすとピーンって、お、来た。3日目でございます。皆さんよろしくお願いします。超楽しいよね。知ってるよ、これ見てる人みんな思ってるよね。知ってるよって、お前が楽しいっていう前にもう何十回も、何十時間も、何百時間もやってる人もいるだろうね。楽しいってことぐらい分かってるわって言ってるよな。待って、これなんか、このさ、さっきのさ、強いコンボあったじゃない、あれにさ、なんかついてたよね、牙的な。あ、おお、待った、ついちまった。やばい、やめて。やめてくれ。まあいいや。このまま、上に行って、宝箱回収。さあ、なんか出る。旅人の剣。旅人の剣なんだって。また、あっち、どうやって行ったらいいんだ、あれ。あれ、どうやって行くんだ、あそこ。どうやって行くんだ。手を離すが B か。OK、行こう。こんなにオープンワールドって楽しいんだね。違う、なんかさ、なんかあそこの塔なんかすげえな、あの、どうやって登るんっていうタイプの、また、あ、またこの謎の小太りなおじさんが見てる。さあ、どっちから行くんだ、あっちだよね。あっちだね。さあ。な、行けない。行けないね。どこだ、橋、また、ごめん、また。どうやって走んだっけ、オッケー、違う、間違えた。オッケーね。よし、オッケーオッケー。走り方を忘れるっていう。すいません。あれ、違うゲームやってるんで、ちょっと忘れることがたまにあるんですよ。さあ、で、持って、こっちで、あそこ行きたいな、あそこ行きたいな。まあ、でも、まあ、ちょっとね、ちゃんとね、一回ちゃんと、多分今、チュートリアルのようなもんでしょ、多分。今ね、多分。こっちからか。ここなんだろうね。なんかあんのかな。水の、ソロ、あそこにさ、でっかいなんか鳥みたいの見えるよね。あれなんなの、あれ。遠いから部分的に見えてるけど、山とかそういうことなのかな。あ、水だ。水がある。あ、これだ。岩がある。ん？あー、なんか鳥とかいっぱいいる。これ、あー、待った！ハテナ！どこ行った？今、ハテナが出たってことあるの。これさ、深くなってる。やめよう。ちょ、待って。ちょ、なんなの今の。あ、
すいませんでした。やられちゃいました。ちょっと待って。リンゴ食え、リンゴ。また、ちょっとアイテムを無駄に消費してしまった。なんか、岩あったよね。これ何すんだ？これ何使うんだろう？あ、押せる。これ何に押すの？この、一回さ、この、な、また、やべ、違うんだ。これさ、いや、どっか行くのかな？わかんない。まあいいや、先進んでいこう。あ、なんかある。あ、宝箱ある。加速。X で加速。あ、宝箱ある。あ、魔王になって、祠だって。うわ、めっちゃ綺麗。これやっぱ夜とかあるのか、一応。これどうやって取れんの、これ。潜れない。待って、潜るモーションがわかんない。ちょっと待って。どうやって潜るんだ、これ。潜るモーション。待った、これまさか溺れないだろうな。ちょ、あれどうやって潜るんだ？ジャンプを利用して、おー、ほら！よし、オッケー。今のかな？今のどうやって潜るんだ、これ。待って、全部見て。あ、俺がやってたわけじゃないのか。いや、違う。ジャンプ！あ、なんかここにあるな。こいつか？こいつに紐でくくって、で、自分を紐でくくって一緒に落ちるってやつ？どうやって上がってくんだよって。自殺願望か。ほら、いや、違う。もういいや、やめよう。ちょっと待って、いいや。まあまあいいや。先行こう。ちょっと進んでいかないと。このまがまがしい感じよ。感じ。さあ、来た！シーカーストーン、これですか？調べる丸。何があるんだろう？開いたら宝箱でもあんのか？シーカーストーンを確認しました。なんだ？ワープ地点としてこの場所をマップに登録します。はい。内部のロックを解除します。はい。お、かっけえ。なんでこんなかっこいいの？こう、終盤のダンジョンだよね、RPG の。すごい昔に、何度も言うけど、すごい昔に、すんげえ古代文明の超未来的なのがあるっていう、この、最近でやったゲームだとなんだろう、それっぽいの。なんだったっけな。クロノトリガーだ。クロノトリガーが、だから、昔は高度な文明があった。俺、あの展開大好きだからさ。起きた。にゃんだ、これ。祠ごとざるし者よ。我は、魔王ぬ。女神のハイリーアの名において、やめなかったちょ、呪力の力。なんだ？かっけえ、北斗七星かな？星か？なんだ？あ？コンボが壊れそうだ。あ、また！おぉ、素振りで壊れんのかよ。ガラスかよ。なんか、ガラスかなんかで。あ、なんかある。調べる。はい。かっこいいだろ、もう。かっこよすぎだろ、これ。シーカーストーンを認証します。アイテムの入荷を確認します。はい。開始します。あ、そうか、さっきもあったね。これなんか、読み取って、かっこよくね。演出がいちいちかっこよすぎんだけど。いちいちかっこいいね。なんですか？マグネキャッチ、ドラえもんか？なんか、金属製のものを呪力で動かす。もちろん自由に動かすことができるだって。アイテムに追加された。どこに追加されたん？え？アイテムを使う。これか。シーカーストーンのアイテムを使う。これだって。あ、なんだこれ！なんだ、ゾーン的な。なんこれ？撃つ。なんだ撃つって。あ、なんかここにある。撃つ。あ、なにこれ？おお！ん？なんだこれ？奥に移動。あ、ピロリロリロリンっつった。なに？奥に移動。待って、ん？あ、動く。横には動かないのか。奥しか動かんのか。これだろ、こうだろ。あ、これで動くんだ。見て見て、ほら、すげえ。なんだこれ、超行くじゃん。なんだこれ、上に曲がっていくのかな。どうしたの。上下に、上下を移動だって。あ、これで上下移動できんだ。ほい、一回落ちちゃったんじゃん。待って、これ上でいいのか。雑、すんげえ雑。なんだなんだ、どうしたらいいのこれ。あ、というか下に行けってこと？うわ、すんげえ狂気じゃん。暴れまがられるんじゃん。狂気か、これ壊れるんじゃないですか、これ。
っちゃう。ほら、ほらほらほら。待って、どうしたらいいの？待って待って。やめるか B か。OK。これ下に降りていけってこと？違う。わかった。俺にはわかったぞ、今。撃つ。丸。これじゃないか？待って。撃つ。撃ったね。でも、なんなんちょっと。OK、OK。壊すんやろ、これ。ほら。これ、ぶつけて。なわけねえか。OK、やめよう。やめよう。素直に進んでいこう。もう、遊び心。水か。下水道的なやつかな。あ、これ、上がれ。待った。待って。上がれねえじゃん、撃つ。OK。ずらしてこう。やっぱ死ぬ。危ない危ない。ちょっと待って。上がろうと思ってたんだけど。上がれた。危ね。なんなのこれ。あ、オッケー。まあ、いいや。いいよいいよ。手離す。行こう。行くぞ。待って。さあ、進んでいこう。まさかこれ何？ダンジョン的なやつなのかな？さあ、来ました。あちらには、あった。もうわかった。はい、来たー。はい、来たー。待って、オッケー。ちゃんと狙わないとね。はい。まあまあまあ、ゼルダならこういうこともあるでしょう。これでしょ、これでしょ。あ、思った。これ、まさかはめんのか、これ。あ、はめた！は、違う。はまってない。そういうことじゃない。違う。そうじゃない。え、また。なんか、ほら。強引になんか動かしてる。待って、これしゃがむのってなんでしゃがんないの？あ、押しちゃってんのか、俺が。なるほどね。オッケー。どうしてもさ、またなんかいる。あ、音楽変わった。違うんだ、これさ、ゲーム始めた時にさ、続けるとかやるとかさ、なんか、あ、最初のとこ出るじゃん。あれになんかこいついたわ。なんか雲みたいなやつだな、こいつ、と思ったけど。あれ、なんで装備しないのか。あれ、敵？どう考えてもあそこを守っているよね、彼。違うのかな。オッケー。待って、やばい。やばい、見えない。うわっ、やべ。ちょ待って、どうやって登るんだ、どうやって登ったらいいんだ。オッケー。オッケー。なんかピューンとかやってきた。どこ行った。どうしたらいいの、攻撃していいのかな。やべ、強くないか。オッケー、もういけるか。あ、まあ弱えじゃん。なんだお前、かわいいな、なんか。これかわいくない？はてな。なんだ？ネジだって、何度回してもすれ減ることがない？見たことないだって。ネジってことは、これを集めて何かに使えってことか？そういうことだよね、多分ね。あ、待った、あそこに。あそこになんかある。あれ、何あれ？宝箱か。宝箱だ、待って。あれだろ？待って。待って。オッケー、撃つ。遠いな。また、あ、そっか、飛んでいけばいいのか。いくよ、ジャンプ。待って、違う。ダッシュしながらか。いきまーす。違う。よし、オッケー。いけね。なんだ？ん？どこだ？なんだ？どこだ？あれか、待った。あ、わかった。なんかさ、鉄板あったじゃん、そこ。鉄板みたいな。工事現場にあるような、鉄板みたいなあったじゃん。あれじゃね、多分。あ、あった、これだ。これを使えってことね。オッケー、了解です。行きます、撃つ。オッケー。来たー。これで敵倒せねえのかな。マジで。オッケー。これいける？待って、もうちょっと前。上げるの、どうやって上げるんだっけ。オッケー、上がった。オッケー、あ、ナイス。よし。待って、これはどうしたらいいんだ。あれもどうすればいいんだ。あれ、どうやって行くんだろう。わからん。もしかしたら途中でなんか空飛ぶ靴とか出てくるかもしれない。わかんないけど。なんか、撃つ。取れねえのかな。うわ、いたー。あ、なんかいる。もう、超面白くない。超、なんなのこれ。あの宝箱の、あ、待って、よく見りゃ上になんかあるな。ほら。あ、なんかあるぞ。もうこの世界観、これ好きだろうね、好きな人はね。これなんだ、調べる。なんだろう、日本のなんかお寺とかに飾ってそうな。触ったらいいのか、触っていいのか、むやみに。触っていいのか、リンク。
ピラリン四角形。やっぱ青い感じかっこいいね。試練や告知され、よくここまで来た。あなた様こと、まごうことなき勇者、まごうことなきって書いてあるね。我、悠久の昔、女神ハイリアの啓示受けし者が一人。なんだ？この試練の祠の作りし者、魔王ヌーさん。この人か？ここを訪れる者、誠の実力を見極め、薬剤討伐を果たせるよう、調べとなる同志。なんだ、薬剤って。英語とも思える長い中、ついに C の勇者から、俺勇者なのか。リンクって勇者だったっけ、あのあれ。無事だ。今こそ女神の配慮なのにおいて、ここの証を授けよう。これ外人とかこれめちゃめちゃ好きなんじゃない？あ、なんか来た。あーなんだ、ロトの印だ。ちげえのか。ロトの印的な。すいません、僕無事の画面しかやってこないからわかんないんですよ。来た。克服の証。試練を克服したものだけが、あ、授かることができる勇者の証明。これなんだろう、これなんかありそうじゃない？プラス、来た。ん？使うとかじゃないんだ。なんだこれ。はい。終わり？これ私の役目は終わる。女神ハイリアの加護があらんことを。どうしたんや？これ絶対あれだよね。あの、外人さんとか絶対好きなんじゃない？この感じ。まあ、なんつうのこの、なんつうの、日本のお寺的な感じもあるじゃん、このミイラのこの感じっつうの。めちゃめちゃ好きなんじゃない？外人受けめちゃめちゃ良さそうじゃない？これ。これどれぐらい売れたんだろうね。でも1年調べたら、え？ 2017 年の3月ぐらいに出たんだっけ、これ。ね。結構俺、遅れたよね。やばい。お、終わった！違うんだ！おい。来た。いや、もう一個あったじゃん。どうやら克服の足を手に入れたようじゃな。まずはよくやったと褒めてやろう。どうしてそれを。パラセールくれ。ちょ、話そうぜ。ちょ、まずはちょっとコミュニケーション取っていこうぜって。ちょ、まずはと言ったろうって気が早いやつじゃん。しかし、塔の出現といい、ここの祠といい、すべてはお主の腰のそれ。なんだ、シーカーストーンか。これね、シーカーストーンとやらの縁があるよじゃな。どういうこと、パラセールを。とにかく、くれ。人の足を怒られた。すいません、じゃあ、いい加減怒られてしまった。怖いわ、剣豪だわ、これ。その昔、この地にはシーカー族という高度な文明を持った民がおってな、おったなんて。その英知の力によってこの地を幾度となく、脅かした厄災を払ったそうじゃ。なんだ、厄災って。この文明は遥か昔に耐えたと聞いていたが、まさかこんな祠に隠されておったとはな。おぉ。良いか、こうした祠はこの地にいくつも存在する。はい。この大地に、もう、あと、これ大地っていうのが普通大なんだけど、大っていう、なんだね。これなんかあんのかな、意味が。あと3つほどあったはずじゃ。あ、この大地3つあんだって。そのすべての祠は国府中心でだけ、お主のパラセルを授けたら、増えた。そうだ、詐欺だ、詐欺だ。ここで取ってきたらいいって言ったじゃないか。ちょっと話が変わっとるぞ、じいさん。わしはお宝と言ったか、一つとも言ったら、お主であれば、一つも四つもそう変わるまいて。その代わりに、祠探しのことを教えてやろう。祠の榊いらず、物を探すには高いところから見回すのが一番じゃ。そうじゃの。もう一度さっきの塔を飲んでみたらどうじゃ。嘘でしょ。ちょ、ポッポッポ。慌てるでない、もう一ついいことを教えてやろう。なんだ、シーカーさんのマップを見るがいい。マップだって。来た。カエルの池だって。待って。お前が出てきたこの祠、そして、塔にも青い印がついておるじゃろう。あります、確かに。はい。なんだこれが。シーカーさんの力つければその場所にワープできると聞いたことがある。マジかよ。と言うても昔の話じゃ嘘かまことはわからんがな。だって、待って。大、ちょ待って。どこ行くん？どこ行くの？塔のワープしてみることは、そこから流れば祠のすぐ見つかるぞ。詳しいね。なるほどね。ギク。僕分かっちゃう。ギク。あれれれれ？おさ、なんかあるな。あれれれれ？このおじさんなんか怪しい。俺早速試してみるか。分かったよ。何なんだこの人。さあ、マップ。始まりの塔。ワープする。行った。なんだ？おぉ！なんてオシャンティーなの？超オシャンティー。何これ？回避ジャスト、敵の攻撃に爆注意、横飛びとか爆注意、攻撃を畳み込むチャンスが生まれる。なんだそれ？なんだ俺？
これ寄り道しながらやっていっていいんだよね。ちょ第何話、第100話ぐらいまでいいかな。おもっさん、この横で遅れを取るとはお主もらめ。さてはいつの間にワープした。ワープしてるな、間違いない。あれれれ、犯人が分かんない。この人なんかあるよね絶対ね。まあキーキャラなの間違いないか。フォッフォッフォー、わしのせワープなの線でもお主に負けるようなわしではないわ。飛んできたんかな、パラセールがあれなのかな。さてさて、 お姉ちゃんここに呼んだのはここから祠を探す絶好のポイントだからじゃ。シーカーストーンに望遠鏡の機能があることを気づいておるか。望遠鏡、望遠鏡を覗いた祠を見つけたらピンを打って目印にすることができるのじゃ。へえ、待った、なんだ、押し込みピンを打つ、押し込むのが OK、うん、ピンはマップでも打つことを消すことができる。 お主を思うところでピンを打ってるのどうして知っているの。そうだよね、知ってるんだよね。年の子というやつじゃって、信じるか信じないかはあなたし、違うかこれ。お主の勝手じゃな。早速ここら見回してみるかよ。これなんか祠をあと3つ探すのか。押し込んだ、オッケー。え、起きた、なんだここ、違う、やばい、押しすぎた、違うんだ、そうじゃない、やばい、どうしたらいい。ピンを編集、よし解除できた。あのね、分かった、これマイナスで、違う、今俺どこにあるんだろうって思ったら、こ上の方、こっちの方にピンたたったんは、そうだから、ここの中だろ、だからオッケー、危ねえ、ちょっとやってた、何分ぐらいかだって、うん、5分ぐらいやってた。さあ、でもってあれだろ、多分祠ってあれだよね、多分これだと思うんだ、これだよね多分ね。オッケー、来ました。さあ残り3つ、これ違うのかな、これ違うね、これじゃね、これか、これじゃない、違う、この大地じゃなかったら違うってことなのか。そうだ、そういうことだよね、この大地にあるって言ってるか、これは違うのか、これは違うってことか。削除 OK、 あと残りどこにある、え、あれか、あれなのかな、これはこれだ、 OK、 違うのか、落ちてるもんね。ま、あー待って、ちょっとごめんなさい。違うじゃん、違うじゃん、ゲームオーバー、どうしよう、え、どっから始まってる、リトライするするけど、マジで祠から始まるのかな、やべ。ちょっと待って、やばい、どこからだ、なんだ、落ちんのか、やっぱ変なとこに落ちた、ダメよ、あのああいうとこの祠からじゃねえだろうな、なんだこいつら、なんだこいつら、めっちゃちょっと強い、やばい、あ、強くない、なにこれ、え、夜、あ、そっか、夜があんのか、ここもこぼれそう、待って、よし、OK、 大丈夫、なんか、夜だとなんかあるのか、待って、きたちょっと、よっしゃ、なんだこれ、骨だって、なんだこいつら、はてな、なにこれ、骨、武器になるのかな、ちょ、待って、捨てよ、よかった。夜は夜用の敵がいるってこと？松明いらん。捨てる。やばい、いる。また。いらん。捨てる。横も。捨てる、いらん。これ武器なのかな？はい、武器ゲット。これ武器なのか？あいつ動くぜ。いらん。いいわ。どうしよう。あ、待った。思い出した。ここさ、宝箱あったよね。へえ、来た。俺、わかった。こいつをさ、はい、来たー、撃つ、これどうすんだろう、あれ違う、なんか違う、まさかこいつ、あー来たー、お前動くんか。ち、来た、よーっしゃ、来た、なるほど、そういうことなのね、オッケーね、オッケー、よしで、持って、お前もこれか、オッケー、よし、オッケー、来た、宝、待ったってことは、待った、オッケー、あの、祠の中にあったさ、宝箱あったじゃん、あれもこうやって取れたってことだ、そういうことか、琥珀、なんかちょっと錬金だか合成だから使えそうだね、オッケー、
と、あ、なんちゅう、オパール水の力を宿すとされているだって。まあ、いいや、んで、待って。んで、持って、マップ、シーカーストーン。マップ開くんだよね。シーカーストーン。あれ、マップでどういう開くんだったっけ？オッケー。オッケー。で、倒れた場所、オッケー。ワープしよう。ワープしよう。ワープしよう。セーブしないと終われねえな。よし、終われない、終われない。待って待って。セーブじゃない。見つけて終わろうぜ。見つけて。あと3つなんだよね、3つ。ごめんなさい、すいません。すいません、まだ始まったばっかなんで、ほんとごめんなさい。わざとじゃないんです。まさか落ちるって、即死すると思わなかった。即死するのか。そうか、即死するわな、それは。おい、超絶面白い。また、3つだね。この大地にも3つあるって言ったから、3つをまず、探さにはならん。オッケー。セーブしてなかったんだよね、さっきのね。これかな？違う。ちょっと、また、またやっちまった。どこにあんだろう？遠いのんだな、これ。ほい。削除。まあ、いいや、ちょっと、探します。どっかに、あるんだよね、多分。あそこもそうなのか、結局は。あそこ、もうあった、ゲット1個発見。多分これは、間違いないね、だから。あ、違うのか。え、あれも違うの？あれはそうだろ？だって。え、違うの？あ、遠い！まあ、わかるとこからじゃあ行こうか、次は。次じゃあわかるところからちょっと行きたいなと。これか。オッケー。これね。オッケー。これでいいわ。オッケーね。これね。オッケーオッケーオッケー。さあ、ということで、残り、なんだか、この大地にあと3つあるんだって。3つあるらしいから、どこだろうな。あと、あれだ。あれが2つ目か。あいつが2つ目か。あ、これ1個目か。オッケー。やった。1個でしょ。あった。これか。あ、これやったな。あともう1個がない。あれ、もう一個どこだ？一個、二個、あともう一個。あれ、さっき右の方、最初の方から見たよね。なんか、ここにあるとか、言ってた？あれはでも違うんだもんね。どっか隠れてんのかな？じゃあ、その修道院みたいな、ここか？さては。こん中じゃね？わかんない。ここ行きたい。さあ、ということで、まあいいか、あそこにもあるしね。まあ、ここにもあって。まあ2箇所分かったんで、まあ今回はこの辺で終わりたいなと思います。よろしければチャンネル登録、そして高評価などもお願いしますね。それで皆さん、バイバイ！